皆さんこんにちは、コーチ大和です。僕はタイモンの以前に吉田鋼太郎さんとご一緒させていただいたことがあって、もう2002年の音楽劇のハムレットなんですけど、それから15年ぶりに鋼太郎さんとご一緒させていただいて、まあ、とにかくそれが嬉しかったのと、で実際にその鋼太郎さんと久しぶりに舞台で対峙した時にですね、僕はそのタイモンを慕うルシリアス役だったんですけど、不思議なことにその鋼太郎さんを前にするとそのルシリアスの役の過去みたいなものがこうスワーッと後ろに広がっていく感覚があって、それがとっても不思議で稀有な体験だったんですね。だからなんか余計な役作りをしなくても吉田鋼太郎さんの目を見てるだけでなんか役が出来上がっていくような、そういう体験をして、それはとっても貴重なことでしたね。はい。僕は今回そのフルエリンという大役を仰せつかりまして、とっても大事な役で、まさかまさか僕がフルエリンをやらせていただくとは思ってもいなかったので、多大なるプレッシャーを今感じております。でもとにかくこの役を任せていただいたからには鋼太郎さんがイメージするものよりもさらにさらに上のものを持ち出して、いい意味でぶっ壊して作っていければなと思っております。シェイクスピアの大河ドラマ、ヘンリー5世、劇場でお待ちしております。